アメリカの防衛産業訪問団による台湾訪問の3日間、台湾の業者と防衛産業フォーラムを開催、防衛産業における協力可能性を模索。 最も重要なのはすべてのシステムの訓練とメンテナンスに対する理解を深めること安定した後方支援がなければ産業モデルを創出するのが困難我々の最終目標はすべての障害を取り除きすべての人がこのシステムを通じてコミュニケーションを行い協力していくこと 本日、台湾の無人機の製造と組み立てを担う台湾の企業も参加。今後の協力関係に大きな期待を寄せました。生産ラインを台湾に設け、これは台湾有事の時の自給自足にとって非常に重要だ。世界的に有名な大手企業と共同で無人機を開発しても、生産ラインを台湾に移転してもいい。 貿易業の関連株も上昇フォーラムが開催されたとき中国軍の無人機は台湾を1周会場の外では抗議の人たちの姿も訪問団は国家中山科学研究員を訪問台湾の無人機メーカーとも会議を行い台湾の無人機産業の国際市場への進出に期待が高まっています。